新白河駅東口です。入り口付近で不審物が見つかったということで、現在機動隊員が調査を行っています。警察によりますと、今日午前7時40分ごろ、西郷村の JR 新白河駅で巡回中に不審物が立てかけられていると JR の職員から110番通報がありました。不審物は長さおよそ 1.5 メートル、直径およそ10センチの筒状のもので、白い梱包材で覆われているということです。県警は爆発物の可能性もあることから、爆発物処理班が対応にあたり、先ほど不審物を撤去しました。JR 東日本によりますと、新白河駅では一部で通行規制が行われていますが、駅を利用することは可能で、新幹線や在来線の運行に影響はないということです。